うめえ。はい、お待たせしました。わーお、いただきます。 Oh, I love it, dude. It's like the best thing ever. Hey, what's going on, guys? Jun here with Papa 英会話。皆さんこんにちは、 Papa 英会話の Jun です。今日は日本の唐揚げと日本のたこ焼きをここロサンゼルスで食べてみたいと思います。まあ、トーランスというと、とにかく日本食がたくさんある街で、でその中で今日は東京セントラルの中にある銀だこのたこ焼きと、あとこちらの天下鶏の唐揚げを食べてみたいと思います。 So I want to see if the 唐揚げ that I had in Japan isjust as good as a karaage that they have here. And 銀だこも日本にいた時によく食べていたので、日本で食べた銀だことこちらの銀だこの味が本当に同じなのかを今日ちょっとチャレンジしてみたいと思います。 Alright guys, I'm gonna go ahead and try out the takoyaki and the karaage today. Let's go check it out.はい、お待たせしました。わー、wow, look at that! こちら、2つですか？2つカレーと、こちら、唐揚げセット。唐揚げセット。え、ゴーゴーカレーってもしかしてこれ、石川県のゴーゴーカレー、金沢の、あのブラックカレー。もともとの流れはそうです。はいはい、石川県の金沢、ブラックカレーで有名な。はいはい、あのゴリラのあれですよね。そう、金沢カレーはそうですけど、そこから派生したゴーゴーカレーっていうのがゴリラのマークで、なるほど、はいはいはい、日本で今70何店舗、なるほど、でニューヨークに7店舗、テキサスに1店舗で、カリフォルニアではここ天下鶏だけで食べれます。なるほど、はい、じゃあ天下鶏に来るとこのチキンとゴーゴーカレーのセットを注文して食べるってことなんですね。はい、へえ、ともう一つ、あともう一つ、はいはい、はい、こちらの方が What is this?これが唐揚げセットで、天下鶏で一番有名なセットですね。唐揚げ5ピースとジャパニーズスタイルのコールスローと、はいはい、卵焼き、はい、ジャパニーズスタイルのコールスローはアメリカンスタイルとどう違うんですか？これはあの柚子を使ってます。おー、なるほど。柚子フレーバーですね。柚子はでもなんかアメリカ人も好きですよね。そうですね、さっぱりしてて、はい、わかりました。じゃあすごい、なんかすごい量だな。これ全部食べれるかな。大丈夫だ。全部で何、これ10ピースぐらいですよね。で、まあ、ゴーゴーカレー、何がカレー、普通のカレーと違うって言って、見てるとちょっと色が黒い。はいはいはい。これ、ゴーゴーカレーの名前の由来にもなってると言いますけど、ポークベリーと各種野菜を5時間以上煮込んで、はい、で、50種のスパイスとか材料を使ってるということで、ゴーゴー。あ、そういうことなんですね。という説もあれば、あの石川県金沢、石川といえば松井選手ですね。55番ですよ。そうです、ね、知ってますよ、知ってますよ。星稜高校ね、卒業ね、うちのゴーゴーカレーの、代表がその松井と同じ地区の出身で、まあ、そういう意味も込めてという話らしいですね。なるほどね、まあ、いろんな説があるんですね。僕石川県に住んでた時はもう松井選手のゴーゴーでゴーゴーカレーだと思ってたんですけど、そ、はい、まあ、その中に入ってる種類も5の5の合わせてっていうカレー、はい、まあ、でもやっぱね、これ独特ですよね、このドロドロした感じがね。 Man, I'm super excited to eat this. Yeah. Alright, well thank you guys very much. I'm gonna try it out and I'm gonna give my honest opinion about the fried chicken and the curry. I hope you guys don't mind. What if it's not good? Okay guys, so here it is. I got my karaage and also the curry from Gogo Curry, which is from Kanazawa. So I'm gonna give this a try. So この karaage はね、皆さんもね、天下鶏は聞いたことあると思うのですが、It's originally from Oita Prefecture, from a place called Usashi.The guy was telling me USA のように覚えれば分かりやすいと言っててね、宇佐市にある大分県発祥の唐揚げです。
で、あの彼が言ってたのが、ここもともとラーメン屋さんで、ラーメン屋さんで出していた唐揚げが人気になって、そこからこちらの天下取りができたそうです。 So now they have it over here and、I'm gonna give it a try. I mean, according to the young guy that I was talking to over there, he says、this is the closest thing that you are gonna get to a authentic Japanese 唐揚げ。 So here we go, let me give it a try.いただきます。うん。うめえ。うん。もう噛んだ瞬間からパリパリパリっていう音がして、しかも中もなんかこういう唐揚げって結構なんかあの油が多くてちょっと鶏肉が足りないみたいな。あの唐揚げってありますよね。でもここって外がパリッとしているけれど中の肉もしっかりしててジューシーで、やっぱうまいな日本の唐揚げは。 This is really good guys。 うんうん、 It's really good. And、a lot of the times when I eat 唐揚げ at kind of cheaper placesIt tastes very fatty and oily, and it leaves a bad taste in your mouth. But with this, for some reason, even after you eat it, you don't get that oiliness that stays in your mouth, which is why、I really like this chicken karaage here. Okay, let me try this. Mmm, that's really good too. Okay, so next up is, let me move this over here. Okay.So next guys is、ゴーゴーカレー。皆さんも知ってますよね、ゴーゴーカレー、まあ、僕をね、あのポッドキャストや YouTube でフォローしていれば、ご存知の方もいると思いますが、 I used to live in Ishikawa for 2 years、内田南町という金沢からね車で30分ぐらい離れた内田南町に2年間仕事をしていたんですね。でその時に初めて I got introduced to ゴーゴーカレー。So Gogo Kare, I was told that Gogo stands for 5-5. 秀樹松井選手のね Gogo Kare から、スタートしたというふうに言われたのですが、まあなんかいろいろねあの説はあるようです。まああのね Gogo Kare の特徴はこのドロドロ感とこのブラックカレーと言われているもう見た目で、ね、わかりますよねこの濃さ。It's so dark and thick and rich. So I'm gonna put this on my rice.いやーマジで久しぶりに食べるなゴーゴーカレー。アメリカでゴーゴーカレー食べるなんて夢にも思ってなかった。 I would have never imagined eating ゴーゴーカレー here in the United States, but here we go. いただきます。うん、この味懐かしい。うん、ゴーゴーカレー食べたの最後いつだろう。 It must be at least 7 or 8 years sinceI last ate Gogo Kare, but it tastes exactly the way I remember it. 金沢で食べた Gogo Kare の味と全く同じです。いや、うまいっすね。やっぱこのカレーはすごいあのこう、It's thick, right? And、you can just tell that it's very thick, but it also has, it's not like, it's not just has that curry flavor, but at the very end, なんかあの甘さが、It's like very fruity and sweet at the very end. andThat's what I always remember about Gogo Kare. これをちょっとあの唐揚げにつけたら美味しいかな。Let me try it here. 唐揚げにちょっとだけ。I'm gonna experiment, see if it's any good. Okay, here we go. じゃあちょっと唐揚げと一緒に食べてみます。うん。うん、これも美味しい。美味しいけど、まあ、僕は個人的に別々の方がいいですね。チキンはチキン、カレーはカレーのまんまがいいと思います。OK! And、it's also try the potato salad. Man, that's really good too. Alright guys, so、there it is.、the fried chicken, the 唐揚げ chicken from 天下取り and the curry from ゴーゴーカレー。で、こちらが、この天下取りの、まあ、ナンバーワンセラーですね。で、まあ、鶏はね、あの焼き鳥は同じなのですが、このサイドについてくるまず卵焼き、okay, so、I'm gonna try this egg.
うん、普通に梅。And、he was explaining to us this is the Japanese coleslaw. And、he was telling me that the Japanese coleslaw has yuzu in it. So let's see if it's any good.うん、柚子の味しますね。この柚子の香り、うん、It's a 柚子 pepper flavor。 ちょっとピリッとしていて、ちょっと辛いのね苦手な方は、ちょっとあのペッパーの味が結構効いていますが、あの僕みたいにねあの辛いのが好きであれば、柚子とペッパーのこのコンビネーションがすごく良くてすごく美味しいです。 Very good。 うん、That was delicious, and thank you to all the workers、that explained this to me and、gave me this very delicious plate of chicken karaage and curry. So, man, I love that. What is takoyaki?Takoyaki.、it's like lightly fried batter.、we have it in these little grills. It's like a half dome and it's essentially cooked until we're able to flip it and we have to roll it into the shape of the ball.、the grill is actually pretty cool. It、moves on its own, so it kind of helps us roll the balls along the way. That's what makes it shake. Oh, nice. Oh, it rolls on its own. Yeah. Oh, wow. That's really awesome. Yeah. How long did it take you to learn how to like flip it? I know that's not an easy thing to do, right?、I learned pretty fast. Yeah.、I think within like the first week or two,、I was pretty okay. I mean, not like the best one, but、yeah. we had somebody from Japan come in and train us. He comes in periodically and just to check in on us and help us train the newer people. So. How do you like、takoyakis? Oh, I love it, dude. It's like the best thing ever.、I used to go to the night market to go eat some and like I'll go every time I could go, but now it's like... Here in LA? Here. The night、yeah. markets? Oh, yeah. Really? I didn't know they have it over here.、I'll、yeah, it's,、I think it was 66 and the OC one. Were you always a fan of octopus? Yeah, ever、yeah. since I was a little kid, yeah. Oh, okay, cool. And one last question.、I know you guys got a couple different takoyakis to choose from. You got the original, you got the mentaiko、mayo, is it?、Yeah. Or cheese, mentaiko cheese,、yeah. the sriracha. Which one is the most popular?The most popular, I would say, is the original with mayo on top, which is what we served you guys. Okay.、But our other popular options are also the cheese mentaiko and the spicy scallion. Spicy scallion. That one, I don't think they have it in Japan. It's no. The first time I saw it. Really?、Yeah. It's really good, man. You should try it. It's like the original, but like spiciness and a little bit more added there. What's your personal favorite? Mine,、it's not on the menu. It's like a combination of the cheese mentaiko and the spicy scallion. They're nice. Like, they're both my favorites. You should make it one day. Yeah, right? Well, thanks for the takoyaki, man. I'm going to go outside and try it out. Cool, man. Thank you so much. All right, thank you. 次は銀だこです。銀だこのたこ焼き。たこ焼きはね、今少しずつですけど、まあ、カリフォルニアにも、広まっています。まあ、まだね、たこ焼きは何なのかを知らないアメリカ人もたくさんいますが、まあ、たこ焼きを提供し始めている、日本の居酒屋とかレストランが増えています。たこ焼きは英語でそのまんまたこ焼きのように言います。まあ、たこ焼きを知らない人は It's like an octopus ball. I guess it's kind of hard to explain. This is something that you just have to eat to、know what it tastes like. So、Here it is, my gin dako. So this is the original flavor. I'm going to take a bite and see if it tastes the same as it does in Japan. いただきます。うん。うん。全く同じですね。やっぱ銀だこは、このなんか油をたくさん使ってるせいか、こう外が結構パリッとしてるんですよね。外がパリパリッとしてて中がもちもちしている、ここの銀だこも全く同じで、同じ食感、同じ味です。うん。And when you if you everintroduce takoyaki to like an American friend or somebody from abroad,
you always have to warn them that it's going to be really, really hot, right? 皆さんもね、たこ焼き食べてやけどしたことあると思うのですが、いきなり、ね、あのお腹空きすぎてガブッと行ってしまうと、you like burn yourself, right? I've burned myself so many times. So, make sure you tell your friends overseas before they eat takoyaki that it is extremely hot and they have to be very careful or else they're gonna burn themselves. All right? This one's a little cool, so it wasn't that bad, but it's always good to be safe. So, this in English right here, これね、カツオですが、カツオ英語で皆さんなんていうかご存知ですか?カツオ in English is called bonito flakes. Bonito is a type of fish. Flake はこういったあのこう薄っぺらいものを指すんですね。This is like a flake right here. So it's like a dried bonito flake is what we call it in English. But of course, if you are an American who has never had bonito flake,言われてもね、パッと何言ってるか分かんないと思うんですよ。なので、まあ、この辺もちょっと説明をしてあげる必要があると思います。Alright guys, so that was the takoyaki and karaage, the takoyaki from Gindako, and also the karaage from Tenkadori, USA. 結構ね、こういう日本食のところに来ると、大体分かれるんですよね。アメリカ人の味、アメリカ人のテイストに合わせて作るところもあれば、日本の味をそのまんまアメリカに持ってきて日本の味で挑戦をするところ今日ね天下鶏の唐揚げと銀だこの、たこ焼きを食べてみたところ Both places have the same flavor that they have in Japan 日本でねあの食べたたこ焼き日本で食べた唐揚げと全く同じでした So I mean for me personally I really love the flavors in Japan So coming over here and being able toeat that here in Los Angeles is an amazing, amazing thing. So when you guys do come to Los Angeles, especially here in Torrance, you're going to be able to come by Tenkadori or also Gindako to get your takoyaki or karaage. そして今日ね、あの Tenkadori の店長さんが、今回この動画を見てくれた人たちにちょっと特別なオファーを出してくれました。もしハパ英会話の動画を見ましたよと言って Tenkadori に来た場合はソースを無料でつけてくれるそうです。So if you guys do live here in Torrance or you are visiting from Japan to Los Angeles, make sure you stop by Tenkadori or here at Gindako. Make sure you tell them that you saw Hapa Eikaiwa because you're going to get some free stuff. I think the free side stops or something like that. Alright guys, thank you very much for watching today. Hope you guys enjoyed the video. If you did enjoy the video lesson, make sure you give it a thumbs up. And if you want more videos like this, make sure you hit that subscribe button. Alright?Thank you guys for watching again, and I will catch you guys again next time. Take it easy, guys. Peace!